クロニクルモード。夏希、今回はドミネーターでの初出撃となります。機体操作を確認してください。了解。機体コントロール問題なし。メインレボルサブウェイ稼働。スペシャルウェボル動作を稼働。全てシミュレーションが変わります。オールグリーン。確認。ミッションのナビゲートを開始します。目標の車両はハイウェイ方面へ移動中。追跡してください。了解。目標は反抗勢力の拠点付近に通過中。妨害が予測されます。多数の熱源を確認。攻撃反応あり。無人機ですし、必要に応じて排除してください。了解。反抗勢力の拠点といっても、なぜこんなものが乗られているか。データをサーチ中。該当の情報にはアクセス権がありません。夏希、ここでうまくやっていくには余計な詮索はしない。マルーシュ。承知しました。ミッションの補足情報あり。現在、別行動の地上部隊が次の受け取り手と思われる犯人集団を追跡しています。地上部隊の状況によってはミッション内容の更新が想定されます。連絡を待ちつつ任務を続行してください。了解。目標がハイウェイに侵入。こちらも間もなくハイウェイに到着します。このままでは目標がセントラルシティから離れるまで時間がありません。迅速に確保してください。了解。追いつきやがった。あなたには道路交通法違反並びに違法物所持の容疑がかけられています。直ちに投降しなさい。こいつら飯のタレで簡単に渡して黙るかよ。目標依然として速度を増し。了解。止まる気はなさそうだ。少々強引に行くしかないか。やべえ、エンジンが一生吹き合った。繰り返す。無駄な抵抗をやめて直ちに投降しなさい。待て、こいつをなんとか飛ばせねえと。相手が意地になる。しかしこのまま損傷を与えれば止められそう。地上部隊が犯人グループを確保。そいつは要塞だ。始末。間もなく目標を確保できます。撃墜の必要はないのでは。君が意見する。はい。承知。これ以上言うことはない。命令に従う。承知しました。犯人は抵抗していなかった。これが RDF のやり方。これでよかったのだろうか。マーガレット。